飛龍の剣スペシャル。ファイティングウォーズ。あのダイナミックな奥義で、少年たちの心を掴んだ、飛龍の剣シリーズというので、ファンは楽しみにしていました。内容は、純粋に1対1の格ゲーに近いです。8つの格闘スタイルから選んで、あとは攻撃力、打たれ強さや性格といった、能力を強化してオリジナルのキャラを作り、大会で優勝を狙います。また、試合でピンチになっても、おなじみの心眼システムで、一気に逆転することも可能なので、映画の主人公になったような気分になります。やはり奥義が当てづらいなど、賛否が分かれるところですが、自分で作り戦いを通じて育てられるのは、当時としては珍しいシステムなので、かなりハマります。格ゲーファンはもちろん、シミュレーション好きなら、楽しめるかもしれません。これは当時超ハマっていて、確かテレビ番組でも大会的なものが、やっていた記憶があります。全国大会もあったのかな？あと今でもあるかは不明ですが、何年か前に、このソフトを新品で500円で手に入れました。ラグランジュポイント。あのコナミと当時あったファミマガが、がっちりコラボして作った SFRPG に、世間の RPG のみならず小説ファンも、楽しみにしていました。内容は、オーソドックスな、コマンド入力式の戦闘を主体とした、RPG ですが、敵を倒してもすぐには、お金にならず街で、報奨金として受け取るという、あまりないシステムで、全滅するとお金がもらえないことを、忘れていてあれほど倒したのに、報奨金0円のショックは忘れられません。また、武器を自分で作ったり、できるのは、当時としては珍しく、強い武器を作るため、夢中になってパーツを探していました。また、ストーリーもハードな SF で、戦争の要素も入るので、かなり重い話もあります。しかし、当時のコナミの力を結集した、グラフィックや音楽は、今でも語り継がれています。少し正統派でハードなゲームを楽しみたい、時はコナミファンなら、一度は足を踏み入れてほしいです。チップとデールの大作戦に、あのディズニーで、ミッキー以外の、有名なリスで、有名なコンビのゲームの続編です。二人を操作して再び囚われた、仲間を助けます。横スクロールアクションで、ジャンプや持っているものを、投げつけて敵を倒したりして、進みます。まず二匹がちゃんと、書き分けられているのが、ファンとしては嬉しいです。また、斜め上にも投げられたり、助走をつけて投げると貫通するとアクションが増えました。しかし、味方にも当たるので、うっかり遠投してぶち当てて、喧嘩になりかけることもあります。内容的には、カプコンらしい、しっかり作られたアクションが、楽しめるのでディズニーファン、以外も満足です。また、
この作品はカプコンがファミコンで、最後に出したソフトとしても、有名なので、カプコンファンなら、やらないのはナンセンスかも、知れません。マイティファイナルファイト、あのファイナルファイトのキャラたちが可愛くなって登場しました。あのストリートファイターでもおなじみなコーディガイ、そしてハガアを操作して再びジェシカを助けに向かいます。スーファミでは3人使えなかったので、なんか嬉しいですよね。今回も定番のベルトアクションですが、敵を倒すと経験値がもらえて、レベルが上がるとより強い技が使えるのは楽しかったです。また、敵のマットギアイタルも可愛くなっていて、戦う前にクイズを出してきたり、大ダメージ技が熱いキスなど、遊びの要素もたっぷりです。個性もキャラによってあるので、アクションRPGとしても楽しめます。ファイナルファイトのファンはもちろん、ストリートファイターでコーディー使い、なら、プレイすること必須かもしれません。キャラはデフォルメされていますが、全然遊べる作品ですのでおすすめです。ジョイメカファイト、あの任天堂が出した斬新なゲームにファンは驚きました。内容は、手足が宙に浮いている不思議なロボットを操って敵のロボットと戦う格ゲーです。まずロボットの格ゲー自体珍しいですが、ファミコンなのにキャラが36体とたくさんいて、動きも見た目も個性的なのに驚きました。最初は弱いスカポンでも、技を組み立てれば、格上の相手も倒せるバランスが、すごいです。また、技も豊富でロケットパンチ等、らしい動きもたくさんあります。また、ストーリーモードでは、倒したロボットを使え、場合によっては、特定のキャラでないと、倒せない場合もあります。グラフィックはもちろん、背景もダイナミックに動き、音楽や迫力も最高です。今の格ゲーファンはもちろん、ゲーム好きなら、みんなが楽しめるゲームです。星のカービィ、夢の泉の物語。あの星のカービィが、ファミコンで見せる、最後の勇姿として、ファンのみんなは、楽しみにしていました。内容は定番の横スクロールですが、今回から吸い込んだ、敵の能力をコピーできるようになりました。さらに特定の能力を使わないと、先に進めないパズル要素も、加わり、みんな頭を悩ませました。
特に大砲に入らないと、先に進めないところがあって、導火線に火をつけたら、ノーミスで大砲に入らないと、いけないのですが、本当に難しくて夢にも、出てきた記憶があります。一部の敵が強すぎるという、話もありましたが、ファミコンとは思えない、グラフィックと、テンポの良い展開、そして名曲だらけと褒めるところ、だらけです。星のカービィのその後を、決定つけた名作なので、星の子たちはもちろん、すべてのアクションファンに、遊んでもらいたいです。ソロモンの鍵2。前作はアクションパズルゲームの、アクション部分の要素が強かったが、今作は普通のパズルゲームとなりました。ステージ数は100ステージと、大幅に増えましたが、アクション要素が少ないので、前作ファンとしては、非常に物足りない作品でした。しかし前作をプレイしていない人や、前作のイメージを捨ててプレイすれば、ゲームとしては、かなりよくできていて、パズルゲームの初心者はもちろん、上級者まで幅広く楽しめる作品となっています。ストーリーは、魔法使いドルイドルが放った、炎の魔物を打ち消すために、新米魔法使いであるダーナが、知恵と勇気を使い平和を取り戻す、というもの、前作のイメージでプレイして、がっかりした人は、純粋にパズルゲームと思って、再度プレイしてみると、このゲームの面白さがわかるかも。